チャラ。こんにちは。さあ、ポッポッポポンセ、ポッポッポポンセ。なんだよそれ。やっぱ私たちの時代って、あ、私たちの時代って相当古いね。すいません、ちょっとここと、いや、かなりギャップあるな。なんで私が豊さんと同世代になっちゃったのかよくわかんない。お前なんかそのピカーンとしてる、お前そうなんかやってるだろ、お前。あ、まつげですか。まつげパーマはやってます。いろいろやってるからお前、大変だよお前。これ落としとったら違う、これはまつげパーマで、まつエクとかではなくて、まつげにパーマかけるとパキンってなるんですけど、パキンといえば、はい、やっぱり助っ人外国人。そうやな、私たちの頃はパキンといえば助っ人外国人。まあちょっと合わないけど、まあいいや、まあ流す、いわゆるパキーンとね、あ、カキンだ、カキンですね、はい、それは、はい、打ってくれるという、はい、助っ人外国人、はい、私たちの時代ではやっぱりこうクリーンアップに座って、はい、まあ大体そうだよな、とか、うん、助っ人外国人がクリーンアップが外れた時点で、うん、助っ人じゃなくなるから、ね、それも違うよ、相手にされなくなるから。そうですよね、昔はね、昔はね。ただ最近、特に今年はやっぱちょっと事情が変わってきてるんじゃないかということで、はいはい、助っ人外国人今年の成績をちょっと見ていこうと、はい、なるほど思います。セ、はい、リーグパリーグ、はい、豊さんどうですか。ちょっとまず印象としては今年の助っ人、あ、真面目だな、みんな一生懸命やるよ。昔ふざけたもんな。どういうことですか、ふざけて。いやいや、なんか舐めてたというかさ、日本の野球を、まあ、上から目線ですよね。そうそうそう。でも今の外国人って日本で野球を上手くなりたいとか、うん、チームに溶け込んでるよね。そうですね。で、日本語もよく覚えるしさ、はい、でヒーローインタビューでも、ね、おめでとうございますって、ありがとうございますって日本語で言うじゃない。昔の外国人が一切言わなかったのよ。絶対に電気電気電気かっこつけてんのかこの音ね。そんな感じだったんですか。そんな感じだった。ただ成績も残してましたからね、昔、はい、いやだけど、うん、やっぱりチームに溶け込まないとさ、うん、チームワークという意味では あんまりね、足並み揃わなかった時もあった、うん、時もあったんだ、ね、あったんだ。まあ、今年、はい、豊さんから見ると、はい、例えばこのチームのこの選手いいよねとか、まあ、いろんな、いますよ、ね、外国人、うん、俺ね、欲はあんまり書かなくなったんだよ。へえ。そりゃそうさ、そんな高い外国人連れてきてるわけじゃないもん。あ、それは能力が高いってことですか。能力が高かったらやっぱりプロって金額が能力になってくるから、はい、だからそんなにあんまりいっぱい出してる外国人っていないからさ。日本で成績を残したら高くなるけど、あ、でもそこまで高い選手は連れてきてないから。でも阪神とかだと結構お金、ああもうそれは出すね。お金あるからな。そうなんですよ、ほんどんと。それで、うん、ただ韓国で MVP 取ったりだとか、はい、いろいろまあ実績がついてるから、はい、アジアでの、はい、だからまあ高くなっちゃうけどね。そうなんですよね、はいはい。まあ、ヤクルト、松井豊さん、はい、今年頑張ってる外国人、マクガフ。マクガフ、そうですね、頑張ってますね。頑張ってんな、はい。まあ、オスナも真面目にね、一生懸命やってるよ、うん、そうですよね。マクガフは今のところ23セーブ、はい、今の時点なんですけども、はい、防御率 1.16 っていう数字、これも絶対的守護神、ね、まあそうだね、まあ、サイスニードだとか、はい、コールだとか、はい、まあそこそこ俺やってると思う、ヤクルトの外国人って、うん、そうですね、もう何の文句もないですよね、うん。でまあ、サンタナ、あのね、やられるとまた外国人があって、うん、偏見持って見る人もいるけど、はい、同じチームの選手、ヤクルトだったらヤクルトの選手のチームだから、はい、まあ温かく見ればよくやってると思う、うん。おじゃ、ヤクルトでいうとマクガフ投手だとか、あと、まあ、オスナ選手だったりあたりがヒットになって外国人いいかなっていう、うん、まあまあまあそうだね、まあ、サンタナがね今年いない分、まあ、ちょっとまあ去年を考えるとね、はい、ただその分山崎が、まあ、今やレギュラーと言ってもいいぐらいに頑張ってるしね、はい、うん、だからまあいい副産物が出てきたというさ。そうですね、うん、サンタナがいたら、はい、そういう選手もいなかったと思うしね。いい具合にね、いい具合になって出てきてますよね、はいはい。さあ阪神です、はい、阪神はどうですか。そうだな、まあいまいちだな。ピッチャー陣でいうと例えば、うん、アルカンタラだったりとか、まあアルカンタラな、うん、まあ一時期抑えあったけど、はい、今ちょっと、うん、まあ、うん、まあそんなもんかっていうような、うん、まあ韓国の投げてる姿っていうのは強烈だったからね、まあ、いいとこしか上げないですよね。いや、そうなんだよ、騙されちゃってるんだよ。そうですよね。いやだけど、はい、球の力はあるけどね、うん、あるけどなんかこうまだ出し切れてないよ。あ、ウィルカーソン、ガンケルあたりどうです。ウィルカーソンはいいよ ね、 いいですよね。まあまあね、まあ、そこそこね、うん、日本の野球に対応してるし、はい、ケラー、ケラーはね、そうですね、いや、ケラーはお前ね、笑うだろ。お前開幕戦にやられて、はい、そこからボコボコやられたから、ボコボコやられた、変化球、今のケラーはめちゃくちゃいいぞお前。で、下で調整できたんでしょうね。いやいや、三振率がものすごい高いから、うん、
だからこれはねスタートに失敗しただけで、はい、これで判断するとダメ。ケラーはいいピッチャーだわ。あ、じゃあこっからこっから巻き返してくる。あ、こうね、はい、阪神が今年なケラーダメだったんで、うん、そういう落胤で首切ったとしたら、はい、どっかの球団も取ったらいい。もうじゃあ間違いなく活躍です。ケラー投手は、ああ、うん、そうなんですね、はい、でここはもう投手なんですけれども、バッターとしては、まあ、マルテ選手がねロハス・ジュニアちょっとあれなんですけど、 あとロハス・ジュニア、ロハス・ジュニア高いんだよ、うん、そうお金高いから、まあ、韓国で打ってるのはすごいよ。 MVP だからそうなんですね、全然片鱗もないよね。そうなんですよね、うん、ただ契約上何かがあるのかやっぱ使わなきゃいけな い, い、まあ、まあそうかもわからないけど、はい、ちょっと期待外れだったな。そうですね、はい、なんか阪神というとやっぱ昔のイメージで本当に打つバーストかな、はい、うん、っていうイメージがあるだけに何かちょっとこう最近寂しいなっていう、まあちょっとな、はい、でも去年良かったよ、サンズとか見たし、サンズ切っちゃいましたからね、切っちゃったしね、だから、ね、まあ良かったんだけど、うん、ちょっと打つ方がダメだね、野手がな。そうですね、はい、さあジャイアンツです、はい、まあ、ジャイアンツは今年、まあ、シューメーカーだったりポランコ、それからウォーカーあたり取りましたけれども、うん、ウォーカーいいな、いいです、やっぱ真面目だわ、うん、彼は、ね、彼はね YouTube の動画でも見たけど、はい、彼女と一緒に写ってる写真とかさ、学生の時とかさ、はい、なんかいろいろ写ってるけど、うん、あ、インスタか、インスタでね載せてたんだけど、うん、やっぱねいい子だよ。あ、そうなんですね、で真面目だわ、で人に愛される。そうですね、キャラが、うん、だから一生懸命やるしさ、うん、でやっぱりこう苦手を克服しようとする努力家だしね、はい、今非常にいい外国人を取ったなというね。そうですよね、うん、だからジャパニーズドリームを築いてほしい選手、ね、応援してますよ。あのヒットもね欲しいところで本当に、そうだな、あと塁に出たら積極的に、いや足も速いしね、はい、体若いよまだまだ。そうですよね、うん、肩なんかほとんど使ってない状態そうですね、いやいや本当に、ね、だからバンバンこれから来る。いやそうですよ、こっからですもんね、こっからこっからこっから伸びしろしかないですよね、うん、あとポランコ選手ちょっと今調子悪いですけど、まあ、調子の波があるんだろうけども、はい、でも彼も一生懸命やるしね、はい、うん、だから好感は持てるけど、うん、そのぐらいかなっていうような感じだね。あ、そのぐらいかな、うん、まあ、しょうがないかなっていうような感じ。そうですよね。でピッチャーシューメーカー、あ、シューメーカー、そうですそうです、シューメーカーお年寄りだね、うん、まあ、もう30かな。そうですよ、いやもっとでしょ、30ちょいぐらい前後ぐらい、まあ、いや35、6じゃないの。あ、そんな言ってます、多分シューメーカーって。あ、おじいちゃん、おじいなんだ、おじいちゃんだね、違う違う違う、35。あ、そうなんだ。だからね、まあ、例えばそのクイックができないとか、はい、まあ、ピッチングのスタイル形っていうのは持ってるんだけども、はい、ただやっぱり細かいことができてなかったね、ちょっと動揺してしまうというか、あの、うん、ランナー出すと、まあ、そうだね、うん、ただゲームを作るという意味では非常にまとまってるピッチャーだけどね、はい、だけど足の速い選手がいるチームだとやっぱりちょっと苦労するよね、あのクイックで走られる。あ、そうですね、うん、そうなっちゃう、だからピンチがどんどん広がっていくっていうピッチャーだからね。そうですね、うん、であといるといえば、まあ、今年取ったわけではないですけれども、デラロサ、ウィエイラ、あとシーシー、メルセデス、そしてあのウィーラーがね、ちょっと今あれですけど、まあ、シーシーとウィーラーはいるよ、はい、でも、うん、デラロサ、ウィエイラそうなんですよ、ちょっとな、やっぱね、気が弱すぎる、そうなんですよね、ってかやってるけど、抑えた時、はい、あれはね、気の小さいやつほどやるね、ああ解放するというか、自分を。そうですね、うん、だからやっぱね、いいボールは持ってんだけど出し切れないよね、あ、フォアボールにしてしまったり、うん、とっちらかったり、ね、気が弱いよね、もうやられたイメージばっかり持ってんだろうね、うん、マウンドに上がると。そうですよね、うん、そこはちょっと弱いのかなっていう気もしますしね、うん、じゃあ伊藤さんの中ではどうです、ジャイアンツだったらどの選手あたりが今年すごいいいなっていう。ウォーカーですよ。もうウォーカー一人。ウォーカーですよ。もうウォーカー、ウォーカーでいいですいいですか、肩ね、ちょっと今練習中ですけどもね、まあ、そうそう、いや、好感が持てるよ。まあ、そうですね、はい、広島です。はい、広島、アンダーソン投手どうですか。アンダーソンいいよね。いいですよね。ああ、非常にまとまってるピッチャーだし、ボールの力あるしね、はい、もっと日本のグラウンド気候に慣れてくると、うん、はい、もっともっとこう安定して勝てるようになってくると思う。おお、そしてマクブルーム選手、打つ方では、あ、よく頑張ってると思うよ。はい、やっぱ初見で来てね、うん、4番任されて、はい、まあまあ安定してるしね、うんうん、だからよく頑張ってると思うよ。もっと慣れたらもっと打ち出すと。あ、そうですね、うん、さあ、そして中日、はい、どうでしょうか、まあ、ちょっとビシエド選手が、ね、ピッチャーはいいやな。あ、そうですね、ただちょっと、ロドちゃん、はい、ロドリゲス、マルちゃん、はい、まあいいと思う、うん、
まあ、あの後ろの抑えが、ね、ちょっと抜けてしまったんですけれども、うん、それ置いといても中日はやっぱりいい投手、あ、いるいる、外国人取りますよね。いるいる。だからその本当ビシエドかね、ビシエドがどうしちゃったのかなっていう。まあまあでもやっぱ上がってくると思うしね、はい、ビシエドは、うん、ビシエド打たなかったら誰が打つんだっていうようなね。いや、そうなんですよ。ビシエド打たなかったら点入んないぞみたいな、そんな感じだよね。はい、そうなんですよね。まあまあでも毎年毎年安定していいっていうのはなかなか難しいよやっぱり、うん、でビシエドもずっと良かったわけだし、はい、ね、で今年から監督が変わった、チームの雰囲気が変わった、うん、ちょっとその雰囲気に慣れるまで時間がかかったのかもわからないけども、うん、まあ、夏場からこう終わりにかけては打ってくると思うよ。ここからじゃあ期待したいですね。ここから中日後半強いっていうイメージもあるので。さあ DeNA です、はい、まあ、DeNA はね、オースティンがね今年こんなことになっちゃったので。オースティン、お前時間かかりすぎだろお前大型契約していきなりそうなんですよ、お金もらったらお前頼むよって、うん、DeNA ってお金もらってなんか逃げられちゃうイメージがあるんですけど、失礼なこと言うんじゃないのお前。なんか契約したのに帰ってこないとか、まあ、そんなこともないけどさ、うん、でもオースティン、うん、怪我が多すぎるわ。すごいなんか痛いっていう、痛い病があるしさ、まあ、一生懸命やる外国人なんだけどさ、はい、やっぱそういうの痛みも多少こらえてくれないとね。まあ、そうなんですよね、働いてくれないと。働けよっていうような感じだよね、うん、働いてるのは野手は、まあ、外、外がね今年あんまり調子が良くないね、はい、まあ、ここに来て上がってきたけど、うん、でもね彼はねやっぱ真面目にやってくれてる、うん、特打ちやったりだとかさ、はい、若手に混じって打ったりとかさ、うん、いろいろやってくれてんだよ、はい、だからやっとこう上がってきたね、ここに来て、うん、ちょっとだからまあこれからは打つかなっていうのよ、思うけどね、うん、はい、でピッチャーなんですけども、ロメロ、エスコバー、クリスティ、まあ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 やってくれてると思うよ、はい、もうここオースティンだから。あ、もうここもうオースティンもらったお金いいから他の外国人に少し分配しろって。そうですね、いや本当そうだよ、確かに本当失礼な話だよお前。まあ怪我はしょうがないけど、はい、だけどそんな痛いんだったらオフの間に手術しとけって。そうですよね、本来であればね。頼むよ。そうですよね、だからいつもなんていうか、なんか出だし今年はいける今年はいけるってなってもやっぱり怪我でこうなっちゃったりとか、うん、でコロナで、コロナで来れないとか、ね、そうなんですよ。で今年は怪我でしょ、はい、もう大輔を助けてやれよお前。どうだったか、三浦監督を、いや本当だよ、ケアしてあげてください。あいつ4番と思って打順組もうとしてたから。そうなんですよね、まあ、去年から計算が狂ってしまってるので、ね、狂いまくりだよ。そうですよね、 DeNA 頑張ってほしいですけども、まあ、あとパリーグで、はい、豊さんどうですか、目立ったいい外国人選手。パリーグ、うん、ただソフトバンクが外国人が今年ちょっとブラシアルだったり、まあ、デスパイネはちょっとまた戻ってきましたけど出だしにあれだったりとか、まあ、グラシアルは調子悪かったしな、はい、レイはまあそこそこいい、4勝3敗、はい、うん、まあ、そこそこいいけど4勝3敗というよりも5勝2敗とか6勝1敗ぐらいでいっといてほしいピッチャーだよね、はい、本来はそうですよ ね、うん、でモイネロが28試合で、まあ、0.98、ただここ怪我とか故障しがちっていうソフトバンクは、はい、日本ハムの外国人は少し同情する、はい、同情する、だって使われ方が出たり出なかったりするとさ、やっぱ日本の野球にすら慣れてないのにびっくりしますよね。やっぱある程度ずっと使っといてあげないと状態も相手の選手もわからないまま1年間終わっちゃう。これ本人たちどうですかね、日本の野球ってこれって俺ら何しに来たんだみたいなそうなんですよね。ただアルカンタラ打ってますからね。でもこう回を打ったりだとか、うん、まあいい外国人だと思うけどね。そうですよね、うん、だから安定的に使われると安定した数字は残してくると思う。はい、あとはいます、西武オグレディとか。オグレディ、はい、まあまあそこそこやってんじゃない。2割3分4厘です、ね、あ、まあホームラン打ってくれてるしね、はい、要所要所がね、はい、だからもう少し率が欲しいよね、もうちょっと、うん、それから楽天、はい、マルモレホス取りました、ね、どこ行っちゃったんだ、はい、どこに干されたんだろう。そうですね、マルモレホス逆にどこ行ったの。でも楽天はなんかもう日本人であれだけねいるって考えると、いやそりゃさ、うん、言えば浅村ぐらいだよホームランバッターって。ああそっか、やっぱホームラン欲しいよね。あ、うん、ってことはアメリージヒッターはいるんだけどさ、アメリージも残せてないんで、うん、だからそれじゃ困るんだよ。そしたらやっぱり一発を打てる人の方が、うん、まあいいかなと思うよね、うんうん、そうですね。ロッテ、はい、
どうしちゃったんだレアード・マーティン。いやそうなんですよね、この2人がやっぱりいたからっていうのが大きかったと思うんですけど、まあでも今頑張ってるけどねチームはね、はい、うん、だけどマーティンも悪いしレアードも打たないしさ、どうなっちゃったんだって。なんですかね、やっぱ去年までの疲れが、去年までの疲れは日本人でも疲れてるよ、ね、みんな一緒だと、うん、確かに。まあまあでもね、彼らが打ったらまあ確実に勝っていくけどね、まあ、そうなんですよ ね本来は、うん、だからまあこれから暑い時期に、はい、期待したいけどね。そうですね、はいはい、ここから、はい、まあ、あとオリックス、オリックスな、うん、マッカーシー、はい、マッカーシーカチカチなんだよこのまま止まって柔軟性が柔軟性が、はい、でもまあまあそこそこ決まり4分3人、はい、うん、パリーグはね全体的に打ててないんだよね。ソフトバンクは2割6分ぐらいチーム打率がね、うん、あとはね他の5球団がチーム打率が悪いな、まあ、そこで外国人だけ3割打てとかさ、やっぱ酷だよね。まあそうですね、慣れてないしさ、だから2割4分3厘、はい、まあまあよく頑張ってるんじゃないの。そうですね、で特に今年その投高打低っていうふうに言われてるので、そう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 、投手はいいんだけれども外国人もやっぱりちょっと野手が元気がないっていう率とかもそれなの関係してるのかなとか、まあまあそうだね、うん、なりますけどね。まあだからね、外国人はもうよ3割30本打ってくれよみたいな、うん、そんなことは言えないからね。もう違うんですね時代は。やっぱ佐々木朗希からじゃあ簡単に打てよって打てないよ誰も。そうですよね、うん、だからそれはもうしょうがない、しょうがない、はい、うん、まあ、ただざっと見てじゃあ豊さんの中で、はい、セパ通してここまで今年一番活躍している MVP 外国人選手は一人挙げるとすると誰ですか。ウォーカーかなー、意外性で、はい、いや独立リーグから来たんだよ。そうですよね、うん、メジャーと契約をし、うん、ね、3A とかいろいろ活躍しながら、うん、でもメジャーにあんまり上がれなくて、うん、で独立リーグ行って、はい、なんか夢があるじゃない。だから彼を見てるとヘアスタイル見て最初びっくりしたんだけどだけどあの真面目さと謙虚さ、はい、いいなと思ってね。そうですね、うん、なんか日本の野球に応援したくなる。うん、わかります。わかるやろ、はい、ね、うん、だから頑張ってほしいなって。ぜひジャパニーズドリームというかね、うん、そういうのを築いてほしいなと思う、ね、うん、彼女もいっぱい変わってんだよ彼いやいやインスタで載ってんだけどさ。そんなに変わってんですか。いやいや、そう何年かは続いてるけど、まあ、結婚までには至ってないのかな、わかんないけど、もしかしたらまた変わってるかもしれないですね。いやいや、だからジャパニーズドリームを掴んで、はい、いい奥さんができるといいなって思う。そうですね、結構好きなんですねウォーカー。ウォーカー好きだよ、やっぱり謙虚じゃない。しかもあのインスタまで追っかけてるっていうので。いや、それは YouTube で見たんだけど。あ、それは YouTube で見たんですね、はい、